サッカー選手としての実績は平凡で、プリメーラディビシオンの試合への出場経験はない。1994年に現役引退すると、1996年にはアスレティックビルバオのユースチームの監督に就任した。その後は UD ランサローテや SD エイバルのトップチームの監督を歴任した。SD エイバルではクラブ史上最高位となるセグンダディビシオン4位に、 導いた。2005年には、アスレティックビルバオの監督に就任したが、クラブ史上最悪とも言える、成績不振により、第10節終了後に解任された。2006年に、レアルバリアドリードの監督に就任。2006から07シーズンのセグンダ・ディビシオンで優勝し、4シーズンぶりのプリメーラ・ディビシオン昇格を果たした。 2007から08シーズンは15位だったが、徹底したサイド攻撃を基調とした攻撃的サッカーで強い印象を残した。しかし2009から10シーズンは開幕から20試合を指揮して18位と低迷し、2010年2月1日に解任された。結局、チームは19位で降格した。2011年2月14日、 ホセアントニオカマーチョの後任として CA を指す名の監督に就任した。就任当初は広角圏内の18位と低迷していたが、着実に白星を重ねて最終節のビジャレある CF 戦に勝って9位に滑り込み残留を果たした。2013年9月3日、開幕から3連敗を喫したため解任された。2014年5月29日、 二年間の延長オプション付きの一年契約で、レバンテ UD の監督に就任した。しかし、直近8試合でわずか1勝、そのうち、ホーム4試合は、無得点14失点と、成績不振に陥ったため10月20日に解任された。2015年6月30日、ガイスカ、ガリターノの公認として、SD エバルの監督に就任した。 2015から16シーズンから加入した、犬井隆史には弱点であった、守備戦術を叩き込んだ。2016から17シーズンには、クラブ史上初めてコパデルレイベスト8に進出し、さらに翌シーズンには、クラブ史上最高順位となるリーグ戦9位に導いた。一向も、粘り強い戦いで、ラリーガの座を死守。しかし、 2020から21シーズンは再開に終わり、セグンダ降格が決定。2021年5月25日にエイバル監督を退任した。ありがとうございます。